ってルービーとかミッチーナとかゲンちゃんだったら音楽の話盛り上がるのになぁって思うよ。青が結構調べてきたり詳しいこと言うの、はい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 、はい、いいねーしか言わないいい感じとかさ、でまったりに決定しようと思うからさ、ちょっと今日本編でますね。それも本来だったらこういう話するからって言ってある程度情報を共有してれば多分話が多分膨らむんですけど、それさっき考えてて、要は何を言い出すか分からない中でふーんって聞かないですよ。だってどこに向かって喋ってるのか今日分からないまま喋ってるじゃないですか。そりゃそうだって思います。あ、ゲンちゃん来た。あ、ゲンちゃん来た皆さん早いです。みんなやる気が、親方様が心配なんだよ。青さんよろしく。よろしくお願いします。ほら、はい、いいフレーズにならなかったでしょ。素晴らしい、素晴らしい。ございます。いや、インフルも逃げていくんです。台風吹っ飛ばした人ですか。ちょっとなんか元気見たけどあれを真似ちゃって、あ、これちょっと先行こう。あ、メンバー赤いな、アイウェオ。声を払って。パーソナリティみたいな。あ、メンバー赤いな、アイウェオ。時刻は10時。江戸昔から続く門前町で、粋な花街のおもてなし文化を今に受け継ぐ美食主催、ウゲッツ。怖い怖い怖い。四季折々、旬のお料理で。大切な人と大切な時間、あんなに時間があるのに忘れてる。ウゲッツで検索。こんなもんよね。これもこのまま置いてありましたし、ね、普通に。親方だもん。いいこと、まあね。いいこと。でも当たり前の。僕は仕事を残しておいていただけてるありがたさ。いきます。はい、チーズ。全然癒しの顔じゃないっていう。そう、まったりじゃないですね。なんでそんな気合が入ってんだろうね。もう一回かな。はい。じゃあ、はい。ではでは。ありがとうございます。こんな感じで作ったんですね。いいですね。ちょっとディレイで。読み売りはい、ダッチ始まった感じ。はい、あとこのジングルの後に入ります。はい、ちょっとゆっくりめに入ります。はい、わかりました。です。ブルーブルーオーシャンクリスタルアイランド、クリスタルが送る金曜日の穏やかなお昼前のひととき、素敵なアイランドミュージックに乗せて上質な時間のプレゼント、いつかはのんびり行きたい南国のゆったりのんびりほんのり癒しタイムを過ごしましょう。メインパーソナリティにはハワイフリークの DJ ブルーとロマンチックなことが大好きベティがナビゲート。さあ、時を重ねて肩の力が抜けたとき、それはまるでルーツを紐解くように本当の自分に会えるのかもしれませんね。時空を超えてロマン飛行、クリスタルアイランドへようこそ。はい、先週から始まりましたこのアイランド2回目、2回目ですね。結構聞いていただいてた方が多くて、あ、嬉しいですね。新橋の仲間がですね、うん聞いてましたよとか、聞いてたよとか、あとなんかお仲間もこの辺に住んでらっしゃるでしょ。そうなんですよ、ね、僕の知り合いが何人かというか、ね、ほぼほぼの人たちがですね、だったらちょっと寄ってってくれるよ。そうなんですよ、門前仲町とか木田が多いんですよ、仲間が。じゃあそのうち引き込みましょう。そうなんです。で、昨日の夜もですね、ちょっと仕事で一緒にいたんですけども、うん、あれ、明日ブルーさん木場ですよね、うん、って言うんですよ、うん、あ、そうですそうです。スケジュール知ってるんで、知ってるんで、いやー、やっぱりものすごい身近なんで、うん、いつか遊びに行きますと言われました。
そのうちね。もうぜひ来ていただきたいんですけど、うん、まあまだもうちょっと寒いので、うん、少し暖かくなったらぜひなんていうふうにも思いますね。ね、少しとともにニョキニョキと出てきてもらいましょう。そうですよね。まあ2回目なんでまだまだペースつかめてないので、うん、でも朝早いからまったりね、この1時間で起きようかなみたいな。そんな感じで行こうかなと。私たちが癒されてみようか。そうですね。あと、まあ、先週始まって早速、うん、我々の仲間であるペッパーも、ずっとペッパーどうやって出るのっていう質問もすごくいただいてましたと。で、あ、電話で出るんだねなんていう話もようやく言われて、電話会社のロボットなので、あ、電話なんだと、うん、まあ、あんな形でロボットがパーソナリティやるっていうのもなかなか面白いもんですね。面白い。で、ほら、どっちの方向に行くかまだ全然わかんないじゃない。そうですね、何言い出すかわからないと思いますけど、ね、マジかなと思いながらついていく2人みたいな。そうです。まだまだ多分好きなこと言うんだろうなとペッパー自体が、うん、なので、まあゆっくりその辺も見定めながら、ただまあ毎あの月に1回なので、うん、まあまあ、慣れたような慣れないようなでずっと行くってことだよね。そうです。その慣れない具合がなんか程よいのかなと思いますね。はい。私たちもずっとそうだったらどうしようね。みんなしてって。まあ、えちろちら行くんですかね。ずっとちゃんと。はい。ではそろそろ、始めてまいりましょうかね。はい、今日もいいお天気でいいですね。はい。